あ、ちなみに蒸気機関車のやつもね、書いてありますね。三木鉄道の、製造が1898年、明治31年、製造所がシャープ・スチュアートと書いてあるんですけど、すみません、わかりませんと、多分ね、私たちの知ってるシャープとは全然別物なんでしょうね。で、日本鉄道が発注したイギリス製ですね、の、蒸気機関車で、1906年に国有化され、1922年には東武鉄道 B4 型39号となって貨物列車牽引に使用しました。東武が使ってた。日本鉄道ね、日鉄、はい。からそこからね、国鉄になってということですね。へえ。日本鉄道はあっちでしたっけ？だいたい東京からなんか関東東北の方の方を主にやってたんでしたっけね、今の東北本線とかは確かそうだったかなっていうことですよね。で、1920年、間違ってたらすいません、誰か訂正しておいてください。で、貨物列車に建設約しました。1966年に引退してから、もう引退したのが引退してから50年以上経ってますよね。で、東京都の昭和鉄道高校で大切に保存されてきましたということで、ね、それがね、ここにやってきましたよということです。すごい、1906年ってことは1898年生ってことは122歳ね。人間だったらね、ギネス記録に載りそうですね、高齢、あの長寿のやつでね。すごいな。そんだけ歴史ありゃ、それはね、この辺りとかも逆によく残ってたなというね、この辺りでもとかね、何使ったんでしょうね。ねえ、間違ってもペットボトルの飲みをここに入れといて、ちょっとね、喉が渇いたら飲むっていうような感じではなかったんでしょうね。なんでしょう。なんかいろいろとね、大事なものとかここに入れといたんでしょうけど。ね、これ開館してる時だったらね、もっと高い位からいろいろと見れると思うんでね、面白いと思いますよ。ここが石炭庫。石炭庫で、石炭を、そこから石炭を、くべていくんですよね、多分。すごいなぁ。鉄道ってすごいですね、そう考えると。122年経っても超えてね、いるわけですからね、すごいなぁ。で、こっちはもうちょっと新しい貨車になってきますよね。で、あたりも。何ですか、それなんかいろいろ業務荷物の運搬用ですかね。に、これは手は、1型。どこのやつ、どこのマークでしょう、これ。見たことないな。想像がつかないですね。言われたら来たら、ああ、そういう、あれなんやね、とかってなるんでしょうけどね。F? ヤーが1,2,3,4。ヤーが4つありますよね。ヤー。に、ムムっぽく見えますけどね。ムシヤ。なんだろう、想像つかない。これは、トミチューしか書いてありますけど。DB101。あ、これは説明が書いてありますね。静岡県の東海道本線用走駅ごめんなさい。から分岐していた、巴川製糸場の工場引き込み線で、原材料や製品を乗せた貨車の入れ替えに活躍したディーゼル機関車なんですって。1986年に、1957年製なんですね。すごいな、これもすごいな。製造所、共産産業ってわかりませんもんね。その後、名古屋市内で保存されて、2004年に当館に寄贈されました。で、この辺りは日本アルコール販売。新崎。また変わったマークのやつがありますけど、アルコール専用、アルコールなんかも運んでたんですね。本件、おお、すごい。
これ1939年製ってことで、新潟鉄工所ね、はい。で、本家石川現存する唯一の戦前製タンク車、すごいですね。1939年15トン積み二硫化炭素専用タム、200型202は徹底製造されましたが、落成後わずか2年で、10トン積みアルコール専用車に改造された。2年で時代が違いますから、1939年ですからね。で、1995年まですごいですね、平成7年まで活躍してたんですね。そんなすごい。アルコール用だから、これのちょっと特殊な形なんでしょうかね。さあ、あれ？先に西藤原行きが来ちゃった。そんなはずじゃない。そんなはずじゃないのに、西藤原行きが来てしまったな。これは失敗です。で、他には酒田港駅、酒田港駅かな、酒田港駅かな、東北闘争科学さんね、塩酸専用、すごいですね、すごいの積みますね。タム、タム5000型 6T635 で、製造年が1968年ってことで、まあ比較的新しい、まあつってももう40年ものですけどね。40年ものじゃないか。40年ものでは聞かないな。50年ものか。はい。ね、富士重工業さんが作ったんですね。富士重工ってあれですよね。スバルのあれですよね。本家石器は1938年から1968年にかけて368両が製造された15トン積み塩酸及びアミノ酸専用タンク車だったんですね。へぇ。積み荷の塩酸は腐食性が強いためにタンク車としては初めて内面にゴムライニングが施されましたということで、まあさすがに中なんでここからじゃ分かりませんけどね、それは塩酸ですからね、鉄溶かしちゃいますからね。なるほど、そういうような特殊な構造がされてるんですよってことなんですね。走ってきましたね。走ってた。もうちょっとゆっくりしましょうか。あれやったら遠いまで一発乗ろうかな。どうせ乗り放題ですからね。で、最後にこれはタム8000型8000号ってことですね。製造年1962年で帰着形造。これはね、そうね、この MGC のマークとかね、嫌というほどね、嫌というほどじゃないでしょ。嫌には思ってませんよ。よく見かけるマークで、ね、何を隠そうね。この辺り配達やってたんでね、私。はい、これね、もうね、私たちなら おなじみ、南四日市駅の常備のね、三菱ガス化学さんね、のところのやつですね。アタム8000ってなってますね。タム8000型なんですね。アルミでできとるからって書いてあるのかな。純アルミ、連結注意。15トン積み重ねですよ。で、純アルミ製のタンク車は、鉄より高価で強度が劣りますが、過酸化水素が分解するのを抑制します。本社は2003年に廃車されましたが、晩年は関西鉄道、南四日市駅を拠点に活躍しましたということで、これはね、非常に見覚えがあるやつですよね。うん。アルミ車はね、確かに最近この色のやつ見ないなと思ったら、もうアルミでもないのかな。いや、でもなんか 見た気がするぞ。なんかちょっと形が違いますけどね。MGC さんのやつはよく走ってますもんね。四日市駅ね、南四日市駅じゃなくても、四日市駅の貨物のところにずらーっていろいろと並んでる中にね、ね、よく、磨きますよね。っていうようなね、なかなか見応えね、もうこんだけのところですから、まあね、一つ一ついろいろと見応えがある。まあこのね、真ん中にあるね、石油輸送のやつとかはね、これはね、よく見かける。これも同じく、四日市のもよく見かけるやつですよね。1931年から30年から臨時炭素で最大の620が製造された、多分500型ですね。1958年製という、これはもう、言うて60年近く経ってるんですね。30年から作れましたと、15トン積みガソリン専用タンク車でね、現在の石油機器系、
専用タンク車は荷重40トンを超えるボギー車が主流ですが、かつては本社のような小型車が、小単位輸送に重宝されました。あ、ってことは、言われてみたらちっちゃいか。今あ、よく見かけるやつは40トンと、これは15トンなんですね。じゃあだいぶちっちゃいんですね。この距離から見ること、見たことあるんですけど、私、実は、JR の貨物駅の方にもね、配達屋で寄ったことがあるんで、結構間近で見たこともあるんですけど、あら、そっか、二軸はですもんね。うん、言われてみたら、こう、って言っとったら、ああ、さっきの電車が折り返してきましたね。ああ、子供が乗ってますね。タモハ。タモハ103系。さてと、まあ、この辺りはね、売店とかもないはずなんで、飲み物は自販機で買っておいた方が賢明でしょう。いや、さすがに暑いですよ、うん、これちょっと水分取らないと危ないですからね、はい。